はい、小5の英語ですね。で、まずワークの方、今日はね、前回、前々回の、まとめということで、繰り返し的にちょこっとね、復習をしてみたというところでした。そして、今日新しく一つ入ったものは、英語の挨拶ね、英語の挨拶ということで、1、2、3、4、5分くらいね、紹介しまして、こんなものは知ってるよとね、聞いたことあるよとね、いうことがある人が多かったような気もしないでもないんですが、改めてちょいとこいつをね、見てみましょうということでございます。はい、そうしますとですね、Good morning ね、Good morning、それから Good afternoon ね、Afternoon、それから Good evening、Good evening、それから Good night、Good night、そして一応ね、Goodbye ね、なんていう、この5つのものについてね、紹介しようかなということですね。まず最初に出てますのは、この Good という言葉ね、これはね、良いという意味があるんだな。そもそもはね。良いという意味だ。で、モーニングっていうのは、朝という意味があるんだな。朝という意味ね。ですので、そのまま直訳というかね、意味を取れば、良い朝ね、良い朝をというような意味なんですね。良い朝をということなので、これで、つまりは、おはようございますね。おはようございますね。なんていうような意味ね、に乗ってくるということでした。Good morning で、おはようございますですね。じゃ次も Good、 同じ Good ですね、続いてます。Good afternoon。 afternoon って言葉がね、これね、午後という意味があるんだね。ですから、良い午後、というような形でね、なかなかそうは言わないけれどもね。これで、つまりはね、こんにちはだね。こんにちはなんていう意味でね、取っていくわけよね。Good afternoon。こんにちは。それから今度は Good evening。evening っていうのが、今度は晩とかね、あとは夕方という意味がある。ね、ですから、やはり、良い夕方をというようなことで、つまりは、こんばんは、こんばんは、これですわな。それから次、Good night。ナイトっていうのは、夜という意味がある。ですから、良い夜をと、いうようなことで、おやすみなさい、なんていうような意味になっていくよということでした。それなんでね、まずはその Good morning ね、時間的にね、朝のおはようございます、Good morning、昼間ね、Good afternoon、こんにちは、それから Good evening、こんばんは、そして最後 Good night ね、おやすみなさいね、ようなところになった。そしてもう一つね、Goodbye っていうのが Goodbye ね、これをですね、バイバイだな、さようならねっていうようなことで Goodbye ね、なんていうのが出てきたということでした。今まではさ、結構もう単語の練習っていうことでしてきたんで、ようやくですね、文章みたいな形にはなってきました。ですので、文章を書くときの、ちょっと決まりみたいなものがあったのね。それは何かっていうと、最初を大文字で書くっていうのがね、決まりとしてあります。最初は大文字、そして最後にね、ピリオドっていうんだけれども、このね、これです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 。最後にこのポチポチってんでね、ピリオドっていうのを打っていくね、書いていくね、こうしないといけない。では、日本語で言うとこの丸みたいなもんですかね。それなんで、最初は大文字、とりあえずはね、最初は大文字、そして最後にこのピリオドっていうのをね、ポチポチとつけるというところね、そんなところを気にしながら、今日はこの英語の挨拶ね、紹介したというところでございました。ということなんでね、新しい部分としてはこれだけなんで、ちょっと今日は短めな感じにはなってしまいます。で、前回前々回の内容はね、まさにその前回前々回のね、動画で確認してもらえればよろしいかなということでございました。では、今日はこんなところです。また。